はい、爆食マスブチタチオチャンネル始まりました。はい、夜分にこんばんはということで、今日はですね、蒲田駅から徒歩5分ぐらいのところにありますヌエゾンさんにやってまいりました。はい、ということで、もうちょっとかなりおしゃれな感じは伝わってるんじゃないでしょうか。フランスのビストロ料理ということなので、ちょっとここで大食いしていいのかという気はございますが、ですが私はやる女でございます。フレンチを爆食いするぞ、いくぞ。いただきますよ。はい、乾杯。あー、うまい。ミアデザミーちゃんが輝いておりますね。ビストロで似合うな。あ、ごめん。今日はルーちゃんと一緒にプチ女子会、プチなんだ、おしゃれ女子会ですね、今日は。イエーイ、お疲れー。あー、うまい。見て、可愛くない？ボトルとこのレザーのジャケットを合わせました。では言いましょう。まずはお肉、ずっと気になっていた。なーん、でかー。いきます。クリーミーなお肉ってすごい、なんか味わったことがなかった。このとろける油の部分とプラスでこのお肉のなんだろう、ガツンとくる味の感じ、おしゃれなんだけどすごいお肉を堪能できて幸せです。こういう感じかな、こういう感じなのかな、こうなのかな。こんなカリカリにできるんだね。あー、美味しい。砂肝のコンフィだって。うわ、うまっ。うまい。これ好きすぎる。なので、こんなおしゃれなお店で言ったらいけないと思うんだけど、この砂肝だけやっぱりどうしてもこの大衆居酒屋の雰囲気を一瞬でバッて思い浮かべるから、馴染みのあるこの食感がすごい安心します。うまい。うわ、うまっ。最高。これずっと口の中に隠しておきたいやつ。おいしい。そしてまたやっぱビアデザミーに合うな、このお料理たちが。
めちゃくちゃ美味しいんだけどこれ。みんなこれ気になってたでしょ。これ私もめちゃくちゃ気になってた。行きます。レバーを味わってる間に、あ、いや、これちょっとレバームースすごいわ。あのね、レバームース口に入れたらもうすぐにビールを、お酒を入れないと済まない。もう気が済まない。あー、すごい。なんて言うんだろうな、言ってしまえば本能を呼び覚ますような、もううまさ、レバーのうまさと肉食獣の本能をかきたてる、そんな味がしてます。でも優しいのよ、このレバーの、なんて言うんだろう、いいところだけを詰め込んで滑らかにしましたみたいな、そういうやつ。あと4キロ飲める。で、これはね、豚肉をあれしてあれするやつ、豚肉をあれしてあれするやつ。食べてあげるよ。食べてあげる、ぬーちゃん。ぬーちゃん食べてあげるよ。ピクルス自家製だって。野菜の旨味が出てますね。すごすぎる。いちごが乗ったサラダ、いちごのサラダです。初めて見た、いちごサラダ。フレンチをこんなお皿を持って食べちゃいけません。このね、紫の葉っぱがすごい苦味があるんだけど、それをこのいちごとブルーチーズでちょっと和らげる感じ。すごいまとまってる。いやー、これも美味しいな。てかこれおつまみだね。サラダと言いつつおつまみ。
すごい、いちごとビール初めてかもしれない、この合わせたの。でもめちゃくちゃ合う、めちゃくちゃ美味しい。いきますか、コロッケ。いきます。あ、ふわ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 、どういうこと、すっごいふわふわ。いきます。はい、わーわ、もうお肉じゃん、嬉しい。こんなお肉詰まってんだ。なにこれ、なにこれ、どういうこと。いろんな部位、頭の部分のいろんな部位、なんかそのまあ耳からとかそういう系のやつをよく煮込んで、それを食べやすいようにこのコロッケ状にしたんだって。だからなんかね、すごい馴染みのある、私たちに馴染みのあるこの食感なんだけども、とてもこの噛めば噛むほどこのフレンチ的なこの豚の美味しさをずっと味わってられる、そんなお料理でございます。これはこれはで、この下のマッシュポテトがまあ美味しい。これつけて食べるともうなんだ、クリーミー感、滑らかさが全然違う。そのね、マッシュポテトをたくさん食べることによってコロッケになるわ。いやー、おいしい。アメリケーノですよね。ぬ、はい、ぬか甲殻類のだしを、だしで作ったリゾットです。いきます。なんか辛そうな見た目だけどね、辛みはないらしいよ。わー、綺麗、めちゃめちゃ綺麗。最高、めちゃくちゃうまい。なにこれ、信じられないよ、信じられない、信じられないほど今海の中、もうこんなに出る出汁って、すごっ。うわー、このねっとり具合最高じゃない。だしがもう世界一かもしれない、世界一のだしかもしれない。これすごいわ。
ご覧ください、ヌーちゃんの白米代わりのマッシュポテトです。お米なんだけど、このもう魚介の出汁が強すぎて、これなのよ。やわせ、わあ、来たー、すごい、ぐつぐつ、さあ来ました、プリキャン。わーわー、あー、お肉が柔らかすぎて全然うまくいけるか、いけるか、いけるか、いけたー、いやー、あ、お肉が柔らかすぎる。うわー、なんか歯いらない、これ飲める鶏肉だ、飲めるローストチキン、信じられないぐらいお肉が柔らかい。でもこの、わかる、皮はパリパリなのよ。どうやって、なぜこの皮をしっかりパリッと保ちつつ、うん、肉のトロトロ具合、うわ、幸せ、おいしい。このね、バターがね、めちゃくちゃおいしい。最高。こんなおしゃれなビストロで鳥にかじりついてる人いるのか。もらってもいいでしょうか。はい、お願いします。あとリゾットも。リゾットもう一回いきます。いいです。いけます。いいやった、はい。はい、食べやすいようにカットしてもらいました。わあ、カットしてもらうとこうやってほら、このバターを漬け込むことができる。いきます。ジューシーなんですよ。すごい、トリュフの効いたマッシュポテト、これを一緒に付け合わせでつけて食べてもいいし、そのままでもいいしって感じで、これめちゃくちゃ香りいいね。うわ、おいしい。これヌーちゃんのやつ、トリュフ香ってた。うん、わー、うまい。
めちゃくちゃよく思うんだけどさ、ビアデザミってすごいさっぱりしてる中にフルーティーなうまさがあるんだけど、この味が濃いめな料理にも合うし、味がこう爽やかなものにも合うのよ。それも引き立てるのよ。なぜ？どうして？蜂の巣大好き。あーごめん。はい、ということで続きましてがハラミ肉でございます。ハラミ肉、やった、聞きなじみのある。うわーすごい、お肉がめちゃくちゃレアでホロホロ切れていきますね。よだれでちょっと、うん、ありがとうございます。ハラミ肉最高。これはなかなか私好みのいいメインディッシュだ。しっかり弾力があるのに歯切れが良くて、なんていうの、お肉の繊維が一つ一つがめちゃくちゃなんか美味しくて、なんかシャキシャキいう感じ、お肉が本当になんかうわー肉食べてるって感じするのに上品だ。うまい。ベンチでおかわり。
まっ。笑っちゃうな。レバーペーストね、あれで欲しい。アイスにこうやってアイスのコーンあんじゃん、あれにポンってこれまるでこのまま出てきた。それをこうやって食べたら、あっという間に終わってしまう。ありがとうございます。すなぎょん、ありがとうございます。このフレンチで最後の店員さんの言葉がすなぎもです。嬉しいよね。だってさ、フレンチってさ、やっぱコース料理のイメージがあるからさ、美味しかったものおかわりってなかなかできないじゃん。でもさ、ここはさ、あ、あれ美味しかったなとかって覚えといたらさ、おかわりができるの。幸せじゃない？これって。最高です。ああ、もう抑えめにしてんだよ。おしゃれの店だから。はい、ではラストでーす。ラスト。うん。はい、ラスト乾杯。はい、飲んだ。はい、ということで完食いたしました。いやー。すごいね、めちゃくちゃ本格的なフレンチをもうかなり満喫したわけでございますが、こうやってさ、こんなに美味しいフレンチをさ、なんか女子2人で駆け込んで入ってきてビールと一緒に食べれる、味わえるっていうのはね、やっぱなかなかないから、今日かなり感動してますね。で、カウンター席もかなりしっかり充実しておりまして、女性1人で来て 2,3 杯飲んで、ちょっとおつまみ軽くつまんで帰るっていうことも可能なお店ね。
今日はビール攻めだったんですけど、ワインの種類もかなりあって何でもいけんのかな。もうちょっとこれはぜひ皆さんにも来ていただいて、私のこの私の食べ方をちょっとなんかね分かってほしい。はい、もうかなり大満足です。はい、ということでごちそうさまでした。この動画がいいと思ったら高評価、私のことが気になったらチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。